ジョゼフ・エリオット・ジラルディは、アメリカ合衆国入りの異衆ピオリア軍、ピオリア出身の元プロ野球選手、選手、監督、ウトをミギウチ。現在は、MLB のフィラデルフィア・フィリーズの監督を務める。1989年のデビュー後、2003年に引退するまでの15年間で、シカゴ・カブス、コロラド・ロッキーズ、ニューヨーク・ヤンキース、セントルイス・カージナルスにてプレイした。 2006年にはフロリダ・マーリンズ、2008年からはヤンキースの監督を務め、マーリンズ監督時代にはナショナルリーグの最優秀監督賞にも選ばれている。アメリカ合衆国入りのイシューイーストピオリア出身。高校時代は野球部で保守としてプレーするほか、アメリカンフットボール部でクォーターバックとしても活躍していた。ノースウェスタン大学でも野球を続けるで、 生産工学を専攻していた。1986年の MLB ドラフト5巡目でシカゴカブスから指名されプロ入り。1988年にはベネズエラのウィンターリーグであるリーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルに派遣される。1989年に保守としてカブスでメジャーデビュー。1992年オフにエクスパンションドラフトで 新球団コロラドロッキーズから指名され、移籍した。ロッキーズ初年度の開幕試合には、7番、保守として、先発出場している。1996年にマイク・デジャーンとのトレードで、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。この年から1999年までの4年間、ヤンキースの正保守を務め、3度の世界一となる。移籍1年目の1996年の、 ワールドシリーズでは、ヤンキース3勝2敗で迎えた第6戦で、グレッグ・マダックスから適時3塁打を放ち、結果的にこれが決勝点となってヤンキースはシリーズを、制した。イラブ・ヒデキ、アンディ・ペティット、デビット・ウェルズ、デビット・コーン、マリアノ・リベララとバッテリーを組み、1999年7月18日には、コーンが完全試合を達成した時の保守を務めた。また、 その3年前の1996年には、ドワイト・グッテンが、ノーヒットノーランを達成した時の星も務めていた。ヤンキースが、当時25歳の若手有望株だったホルヘポ・ポサダを、メジャーに昇格させた際には、ジラルディは、彼のメンターとなった。二人は1999年まで、良いライバルとして、出場機会を争っていた。2000年に入団当時のカブスに再し、 オールスターにも初選出された。2003年はセントルイスカージナルスでプレーした。2004年にヤンキースのスプリングトレーニングに招待選手として参加し、メジャー2年目の松井秀喜らと共にプレスするもメジャーに昇格できずシーズンを前に引退。ヤンキース参加のケーブルテレビ局イエスで解説者となり、主にヤンキース戦の解説を務めた。2005年、 フロリダ・マーリンズからの将来的には監督への就任を前提としたベンチコーチ契約を蹴り上通りの下でヤンキースのベンチコーチを1年間務めた2006年にはジャック・マキーオンに代わりマーリンズの監督に就任監督してのジラルディが最初に言ったことは選手への悲劇指令であった主力選手のほとんどをトレードや FA で放出するいわゆる ファイヤーセールが断交された後の若手主体のチームで指揮を取り、結果は78勝84敗の4位だったものの一時はナショナルリーグのワイルドカード争いをするという検討を見せた。ちなみにこの年のマーリンズの選手総年俸額は1400万ドル程度であり、幾人かのメジャーのスター選手の年俸1年分にも満たなかった。しかし、ジラルディとマーリンズのオーナーであった、 ジェフリー・ローリアとの関係は良好ではなかった。8月初旬に行われたとある試合では審判に対する暴言を繰り返していたローリアをジラルディとベンチコーチのゲイリー・タックがたしなめたことがきっかけで大喧嘩が発生している。結局10月3日にジラルディは解雇される。皮肉なことにジラルディの采配は評価されており、同年のオフにはな、 リーグの最優秀監督賞に選ばれている。彼がフリーになったことで、多くの球団はジラルディへの興味を示した。ヤンキースは、2006年のアルズで敗退した、トーリ監督の公認として、ジラルデを検討していたが、結局トーリが残留したことで、打ち消しとなった。また、カブスもジラルディを、ダスティベーカー監督の公認候補と考えており、 実際面接にまで至ったが、結局ルーピネラが就任した。ワシントンナショナルズからも監督職のオファーがあったが断り、2007年には再びイエスで解説者を務めた。同年7月にボルチモアオリオールズがサム・パラーゾ監督を解雇したとき、ジラルリは監督職のオファーを受けたが、誇示している。2007年10月30日に、翌2008年シーズンより、 トーリ監督の公認として、フルスヤンキースの監督に就任することが発表された。ジラルディの他にも、ドン・マッティングリーや、トニー・ペーニャが候補として挙がっていた。総額750万ドルで、2010年までの3年契約を結んだ。現役時代はヤンキースで、背番号25をつけていたが、ジェイソン・ジアンビがつけていたため代わりに27を選んだ。 ヤンキースは前年までにワールドシリーズ優勝を26回経験しており、この背番号にはチームを27回目の世界一へ導きたいという思いが込められていた。就任1年目の2008年4月1日、トロントブルージェイズを3から2で下し、ヤンキース監督としての初勝利を挙げる。しかしこの年、ヤンキースはプレーオフに出場することなくシーズンが終了し、 1995年以来、続いていたチームのポストシーズン進出が13年連続でストップした。しかし翌年の2009年、チームを3年ぶりの地区優勝、6年ぶり40回目のリーグ優勝、そして9年ぶり27回目のワールドチャンピオンに導くという偉業を達成。優勝後のインタビューでは、戦術の背番号について、来年は28に変えようかな。 とコメントし、2010年からは、背番号を28に変更した。なお、この年オフに獲得したカーティス・グランダーソンはそれまで28番をつけていたが、監督の意向に従って、ヤンキースでは14番を着用した。10月29日に、ヤンキースと2013年シーズンまでの3年契約延長に合意し、 2013年10月9日には新たに2017年シーズンまでの4年契約を結んだ。2013年、2014年は2シーズン続けて、チーム総失点が総得点を上回る苦しい戦いを強いられ、ポストシーズンも逃す結果となったが、いずれの年もシーズン勝ち越しには成功している。2017年10月26日、 契約満了となる同年シーズン限りで10シーズンに渡り、勤めたヤンキース監督を退任することを表明した。2018年からは2年間は MLB ネットワークのアナリストとして活動した。2019年10月24日に2020年シーズンよりフィラデルフィアフィリーズの監督を務めることが発表された。3年契約で2023年シーズンの選択権は 球団側が所持する。2020年はコビットナインティーンの影響で60試合制となり、ナショナルリーグでも DH 制が導入され初めての試みとなったが、1シーズン目は畜産位に止まった。しかし、8月26日のナショナルズ戦に勝利し、監督として通算戦勝を記録した。シーズンではチーム打率はリーグ5位体となる打率。 257を記録したものの、チーム防御率は、リーグワースト2位の5.20、リリーフのみでは39段唯一の7点台となる7.06、と不安の残るシーズンとなった。2021年6月22日のナショナルズ戦で、対戦相手の先発投手であるマックス・シャーザーに、粘着物質をつけての不正投球があるとして、イニング中に審判へ抗議し、シャーザーを調査させるなどして、 シャーザーの怒りを買い、イニング終了後には、シャーザーに決闘を仕掛け退場となった。2番打者に、中、長距離打者を据える傾向が強い。マーリンズ監督時代には、新人のダン・アグラを2番に起用し、アグラも期待に応えてこの年、チーム最多となる27本塁打を放った。 ヤンキース監督時代にはそれまで2番打者としてのイメージが強かったデレック・ジーターを途中から1番に据え、2番にはより長打力のある選手を起用するケースが増えた。例えば2011年に最も2番として起用されたカーティス・グランダーソンはその年41本類が119打点の活躍を見せ、打点王を獲得している。グランダーソンが不調内視故障の場合には、 ニックス・ウィッシャーやロビンソン・カノが2番に入ることもあった。日米でそれまで1から3番を打つイメージの強かった一郎が2012年途中に加入した際は前年から調子の上がらない一郎の出塁率の低さを理由にまず8番打者として起用しシーズン下強に一郎が調子を上げた際には主に2番で起用し続けた。2013年に入り 一郎の調子が再び下がると回で起用し続け、主力打者が相次いで故障離脱した際は6番や5番を打たせることもあったが、以降は上位で起用することは稀であった。だがその実績に敬意を払った起用法を見せることもあり、ジーターの現役最終試合では、ジーターとの1、2番コンビを実現させている。先発投手は、おおむね100球を目どに交代を命じる。 左打者に対し、左のリリーフ投手を投入するなど、現代のメジャー監督としては、比較的基本に忠実である。ジラルディは、ヤンキース監督時代に、多くの日本人選手と接点を持ってきた人物である。当時、日本で特に注目されてきた打者である、松井秀樹と一郎の二人の指揮官であった人物として、また、ヤンキースというチームの注目度の高さも、相まって、 両選手について、ジラルディの口から、日本のマスコミ向けに、たびたび、コメントを求められてきた。ちなみに、松井、一郎の在籍時に監督として指揮した経験を持つ、人物としては、ジラルディの他に、ボブ・メルビンがいる。ジラルディ監督時代1から2年目に在籍。松井の打撃に関して、ジラルディは、当初から評価をしていたが、守備力については、 戦力としては考えておらず、2年目の2009年シーズンには松井を一度も守備につかせなかった。なお、この年にはワールドシリーズ MVP となる松井の活躍もあり、ヤンキースはワールドチャンピオンに輝いている。現役引退後、2013年4月に政府発表された松井の国民栄誉賞受賞については、この組織の全員は、 彼が素晴らしい選手であり、素晴らしい人間だったことをよく知っている。ヤンキースの一員として祝福したいとコメントを残している。同年7月28日に行われるヤンキースタジアムでの引退式に関しても彼にふさわしいと述べ祝福した。ジラルディ監督時代後から7年目に在籍。所属1年目からローテーションの軸として活躍した。二千十四年は、 先発投手陣に故障者が相次ぐ中で唯一シーズン通してローテーションを守り抜き最高のヤンキーであり続けてくれている最高のお手本のような存在でもあると最大級の賛辞を送っている黒田は結果が残せなかった遺跡当初監督室に呼ばれ just be yourself と言われたのを機に立ち直ることができたと本人の著書などでたびたび語っている ジラルディ監督時代5年目途中から7年目に在籍。かつては高い得点力を持っていた一郎も30代後半になるとメディアからは衰えを指摘されるようになった。2011年に打率3割を切ると引き続き2012年も一向に調子は上がらず、そのため同年途中にマリナーズからヤンキースへ移籍した後は主に下位打線で起用された。 一郎が調子を上げ、週刊 MVP の活躍を見せると、9月22日からは、主に2番として毎試合起用、ポストシーズンでも2番、または1番で起用し続けた。しかし、2013年は、一郎の調子も上がらず、主に回で起用し、2014年には、ガイア手のジャコビー・エルズベリー、カルロスベルトランを獲得したことにより、一郎は、ガイアの4番手として守備がためや台打。 ダイソーで起用することも多かった。その他2010年の MLB オールスターゲームでは、アメリカンリーグの監督として、一郎一番に起用している。ジラルディ監督時代7年目に加入。5月のリーグ月間最優秀投手を受賞するなど、素晴らしい活躍を見せ、オールスターに選出されたが、右ヒーちの故障により7月8日の登板を最後に、約2ヶ月半チームを離脱した。 田中の肘の状態を心配するとともに、今後の投球への期待感と信頼をたびたびコメントしている。ありがとうございます。